家主の八右衛門と地武家の藤七が道を急いで参りましたが、これとても中一晩泊まらなければ参られません。前後七八日の日がついえております。ねえ大家さん、人というものは知れねえもんだ。英次郎が頓死をするとは気がつかなかった。どうも人間というものは脆いものだな。本当でございますね。道中へ出て頓死をするなんて普段心がけのいいもんだが、かわいそうなことをした。ほう、ここだここだ。浜利家朝平と書いてある。ごめんください。おいでなさいまし。私は京橋五郎兵衛町駒物屋英次郎地武家をしております藤七というもので、私は家主八右衛門でございます。ほう、さようでございますか。ご遠方のところをご苦労様でございます。こちらでもとんだご厄介でございました。なんでございますか、こちらへ長くご厄介になりましたか。いえ、人や止まりで手前の方でもつい混み合っておりましたから、ろくにお構い申しもいたしませぬが、ちょうど九つ時分から急に苦しんで、医者はこの向こうの龍石というかなり上手な医者で、それを頼んでいろいろ手当てをいたしましたが、とうとうお亡くなりになったので、誠にお気の毒でございました。こちらへもいろいろお手数をかけて相すみません。死骸はどうなりました。それは届けるところへ届けましたが、何分こういう商売でございますから、はい、すみませんけれども物置へ入れてちゃんと番をつけておきました。それはどうも恐れ入りました。それから二人が左兵の案内で物置へ参り、さあお入んなさいまし。大家さん、お入んなさいまし。まあおめえから入んね。あしはこういうところあんまりゾッとしねえから。あれもゾッとしねえ。ゾッとしないと言って、お前は地受けをしていながら入らねえということはない。まあ大家さんから先どちらでもよろしゅうございますから、どうかお入んなすって。入ってみると顔へ手ぬぐいがかぶせてある。難妙法蓮影響なむあむいだべす。大家さん、冗談言っちゃいけねえ。俺が南妙法蓮華経というのに、何もおめえさんは南無阿弥陀仏と言わなくってもいい。大きにお世話だ。わしは東の方だ。まあまあ、そこで喧嘩をなすっては困ります。ご覧なすってください。いや大家さん、違っておりますぜ。これは何、ご覧なさい。どうもこの顔の様子が英次郎じゃなかろうと思うんで。バカなことを言いなさい。着物を見なさい。俺も見覚えがある。死に顔というものは生き顔とは違う。どうも英次郎よりは小さいじゃございませんか。それは死ねば干からびて小さくなる。着物見たようだ。間違いはねえよ。そうでございましょうか。よく調べたら良さそうなものだが、ただ早く片付けなければならないと考え、とてもこのままで江戸へ持って帰ることはできないから、ここで溜まり屋の亭主と相談をいたし、焼き場へ運んで焼いてもらい、骨を亀に入れて髪の毛だけは別に持って、小田原から4日目に帰ってきた。英次郎の女房お関は毎日のように仏間へ向かって泣き明かしておりますところへ、家主と地武家の藤七が帰ってまいり、まあお関さん、仕方がない。これまでのことは夢と諦めておしまい。これが英次郎のコツで、これが髪の毛だ。そうでございますか。いろいろお世話になりましてありがとう存じます。言ったようなもののわっと涙に暮れた様子。これは最も千番なことで、すぐに弔いといったところが、そういう時でございますから仮装を出して済ました。その後は女房のお席が表を閉めて仏間に入っては、位牌に向かって愚痴ばかり言っております。あの時に字を気をつけろと言ったのが分かるでございましたか。
本当に儚いもので。と泣いてばかりいるから、藤七も弱って。大家さん、いろいろ先だってからお世話になりました。いや、藤七さん、お前も大きに骨折りだったが、困ったことができた。何分にも、お関さんが商売もしないでああしていては困るじゃないか。わしもそのことで相談に来たので、ああしていてはせっかく売り込んだ小間物屋を一軒潰してしまう。そうなっては苔の下へ入った英次郎が迷うじゃございませんか。それよりはいっそ早く亭主を持たして店を開けて繁盛をした方が英次郎にとってはどんなに嬉しいか知れません。その上年季年季に立派な法事でもしてやった方がよかろうと思うので、ついて大家さんもご存知でございましょう。お関のいとこどぼし新川の酒問屋に奉公をしている陣太郎、年頃といい英次郎より若うございます。あれを一つうちへ入れてやりたいと思うので、じゃあ一つその話をしてみよう。とお関に話をすると、私はせめて一周期でも済みまするまで一人でおりとう存じます。藤七がそれを聞いて、お関さん冗談言っちゃいけねえ。そら昔のことで、一周期だの三回期だのと言っちゃ長くなっていけねえ。第一その日のことに困ってしまう。悪いことは言わねえ。陣太郎を婿にしなさい。それが嫌なら田の藩を抜いてもらおう。家主も女一人に店を貸しておくことはできないから、不承知なら立ち退いておくれという話で、お席も弱ってしまい、さようならどうかよろしく願いますと、まだ35日も経たないうちに陣太郎を店から下げて、とうとう英次郎の後釜にしてしまった。いとこ同士はなんとやら、さて、去る者は日々にうとしとやら、お席も今は結句気楽な体になり、夫婦の仲もむつまじく、店も千に十倍して繁盛をしてきた。陣太郎もなかなか稼ぎ手でございますから、夫婦の者はいくらか銭のたまるのを楽しみにしております。四ヶ月ばかり経ちました夕方のことで、色も真っ黒になって、今帰ったよと入ってきたのを見ると、英次郎少々の荷物を肩脇へ下ろして、いやどうもつい出先で遅くなった。お関や、今帰った。どこへ行っちまったんだ。俺の姿を見て誰だい、裏から逃げ出したのは。何をしてやがったんだい。今帰った。お関。お関は驚いて、いきなり家主八右衛門のところへ飛んでまいりまして、大家さん大変でございます。どうした。化け物が来ました。化け物が。化け物というのは夜出るもんだが、まだ2時だ。その自分に2時とも言わないが、それでもなんでございます、英次郎さんが帰ってきたので。とぼけたことを言っちゃ困る。英次郎が消えるもんか。今自分は骨が腐っている。それでも帰ってきて店へ腰をかけていますから、どうかおいでくださいまし。何、店へ腰をかけている。はあ大変だ。投資を呼びにやれ。近所にいるものだから大工の投七が来て、そいつは大変だ。きっと迷ってきたんだ。あんまり夫婦仲がいいもんだから、地獄の三丁目あたりから英次郎が帰ってきたんだろう。ともあれ様子を見よう。と家主と藤七の二人が中島屋の門口から覗いてみると、英次郎は目ばかりパチパチやっている。よう嫌がる。勘畜生、タヌキかキツネか知らねえが、うまく化けていた。大工の棟梁だから気が荒い。いきなり片側にあった巻き雑報を持って、さあ正体を表せ。化け物は夜出るものなのに昼間出てきやがった臆病化け物。おお藤七さん、いろいろ留守中はお世話になりました。これは大家さんでございますか。いろいろご厄介でございました。何、留守中も何もあるのかい。さあ正体を表せ。何を言っているんだ。
それはいいが、わしが帰ってきたらうちのやつが裏から飛び出してしまい、また男が一人飛び出したようでございますが、何でも留守にとんでもねえことをしたに相違ないので、東七さんにもあのくらい頼んでいったのに、うちのやつが真男でもしていやしませんか。この野郎、真男もねえもんだ。さあ尻尾を出せ。おめえは小田原のたまり屋で死んだんだろう。何でございます。小田原のたまり屋という宿屋で死んだんだろう。死んだ者が帰ってきますか。大家さん、どうかしてください。始末に行けねえことができしまった。家主の八右衛門は線香をあげて、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、栄次郎、極楽浄土へ行くがいい。一周期の間亭主を持たねえと言ったんだ。それを東七と俺と二人で進めて仁太郎をうちに入れたようなわけで、おめえが迷ってくるのはもっともだけれども、しかし死んだものは仕方がねえ。ぐずぐず言って迷って出ないでくれ。法事はよくしてやるから。南無阿弥陀仏。チーン。大家さん、冗談言っちゃいけねえ。どうしたんでございます。どうしたんだか俺もわからねえ。東七は後ろをよくよく見て、お待ちなさいよ大家さん、この幽霊は足がありますぜ。本当に栄次郎かい。わしは栄次郎で。中島屋栄次郎かい。さようで。駒物屋の栄次郎かい。行くたび行ったって同じことで。なんでそう足があるかい。よく足のことばかり言っていなさる。お前は何だろう、小田原の浜利屋左兵衛という宿屋で死んだろう。まだあんなことを言ってる。死んだ者が来やしません。それでもおめえの下着を着て京橋五郎兵衛町駒物屋中島屋栄次郎という書きつけを持って死んでたじゃないか。はあ、それは大変だ。それは大家さん、こういうわけでわしが江戸をたって中一晩泊まって今夜箱根の宿へ泊まろうと思った時に、箱根の山で追いはぎに出会って裸になっていたのが牛込神楽坂の酒屋彦兵衛という駒物屋。わしは通りかかってかわいそうだから下着に襦袢を脱いでやり、金を2分やりましたから、お礼の致し方もございません。どうかお名前を書いてください。物覚えが悪うございますから、と言うから、わしが自分の名を書いてやったのでございます。その人は江戸へ帰るつもりで小田原へ泊まって死んだんでございましょう。なるほど、そうか。すると東七が、大家さん、おめえさんはいい加減なことを言うじゃございませんか。死に顔と生き顔と変わるのだ。やれ小さくなったと言ったら、死ねば干からびて小さくなると干物同様に言った。それは全く人違いでございます。おやおや、どうしたらよかろう。と八右衛門も東七もあっけに取られている。女房のお席もそこへ顔を出すこともできない。ところで大家さん、ここにいた男はあれは何で。おい東七、おめえから話してくんな。いや、どうか大家さんから話してください。真男をしたのではわしは承知はできません。いや、真男をしたわけではない。栄次郎、怒っちゃいけないが、お前が死んだというものだから、お席を一人で置くわけにもいかない。いろいろ相談もして新川へ奉公をしていた仁太郎をお前の後へ入れたんだ。とんだ夫婦仲がよくって。仁太郎でございますかい、今言ったのは。大方仁太郎だろう。まことに気の毒千万で、金をやって着物をやって家へ帰ってきてかかあを取られては世話がねえ。それはそうと、牛込の酒井屋の方ではそんなことを知らないで当時でもしているか、ことによったら琴平にも参詣に行くと言ったから、琴平参りでもしていると思って、うちの者が知らずにいるとかわいそうだから、ともあれすぐにこの財布を証拠にして話をして、せめて法事でもさせよう。と栄次郎、かの財布を持って酒井や彦兵衛の家へ参り、この話をいたした時に彦兵衛の家内の
叔父というのが至ってよくないもので、あれは全く彦兵衛を殺して金を取って後に罪の露見をしねえようにと思うところから、わざと財布を持って親切ごかしに来た者に相違ない、いっそのことに召し取ったらよかろうと、これを町奉行大岡越前の神へ訴える。大岡越前の神殿、江戸表町奉行になって初めて面倒な騒ぎをお調べに愛なる一件、この後第9席で申し上げます。